Facebook を運営するメタの7月から9月期の決算は、売上高が1年前から23.2%のプラスとなり、純利益は2.6倍に増加しました。一株利益も市場予想を上回っています。主な収入源である広告収入が20%を超えるプラスで、前の期から伸びが加速しました。メタが運営するアプリの1日のアクティブユーザー数は、前年比で7%増えました。 またメタは2023年通期の支出を870億ドルから890億ドルとし従来の見通しから引き下げました決算を受けてメタの株価は時間外で一時およそ5%上昇しました